よろしくお願いします。速度が30キロ切りました。完全にノロノロ運転になって、そろそろ自動運転に切り替わるということです。ところが可能なところになったら稼働、今変わりましたね。稼働になりました。なんかあのサインとかは特になくあのここに書いてある通りですね、はい、渋滞運転機能といったところで書いて、はい、でスピードメーターとエンジンのタコメーターが消えて、はい、ある程度も車だけで車のシステムで動いてるといったところを、はい、あの表現している状況です。青くなってるのは自動運転レベル3になったっていうサインっていうことです。これブレーキも含めて足も全然動かしてませんので、はい、テレビを見れるというのは渋滞時あのイライラしなくなると思うので、はい、非常にぶつけ合わせていいんじゃないかなと思います。どう今までにないこう結論を、まあ、出すのか。でちなみに法律上は携帯この先左からの合流があります。 OK となっておりますが、はい、あの手に何かを持っていると先ほど言ったように、はい、あのまあ、ある意味緊急事態とか、ですね、はい、運転交代に入らなきゃいけません。人より上手、人より上手な場合もあります。そういう方もいらっしゃるので、うん、いや本当癖ある人より全然、はい、後ろ乗ってて多分後ろに乗られてる方の、まあ、助手席もそうなんですけど、うん、周りに乗られてる方の方がその辺は多分よくわかると思います、うん、時速30度超えた時速50キロ、ね、50キロ超えたら人の運転に戻ってっていうふうに車が指令を出すっていう、はい、ただしアクセルとかブレーキは操作してません、はい、今赤いランプがついてですね、渋滞が解消されると人間の運転に戻れっていう風に指令が出るっていうことですね、はい、今トンネルにこれから入るんですけども、トンネルでも、あ、トンネルでも使えるんですね。使います。例えば、かなり姿勢をこう崩すと、はい、カメラが、はい、運転手を見て、運転手がいなくなった、はい、なんかどっか休んでるんじゃないかという判断をして、はい、アラートが出ます、はい、でアラートが出た時に戻らないと、はい、あの最後緊急停止まで行ってしまいますので、直進方向横浜箱崎方面です。例えばここから体をよけていきますと、はい、そうするとですね、はい、出てくるかな。
正しい姿勢でメーター周辺に注意を払ってください。払ってください。これをずっとやり続けるとですね、アラートが出て運転交代しなさい、なんでできないんだって言って、運転手寝てんじゃないかというので、ベルトを引いたりして起こすような動きをします、でそれでも起きない時には緊急停止で、止まれる場所があるところについてはそこを止まっていきます、姿勢を感知するカメラっていうのは、この辺にちょうどついておるんですけど、こう隠すとですね、これもう運転手いないということでこういうアラートが出ます、カメラが認識できないと自動運転は作動しないという、